観光庁、観光庁、観光庁、略称、JT は、国土交通省の外局の一つである。日本の観光立国の実現に向けて、魅力ある、観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを認とする、国土交通省設置法第43条。2008年、平成20年10月1日に設置された。 国家行政組織法及び国土交通省設置法第41条第1項に基づき設置されている。観光庁長官を庁とし、内部部局として総務課、観光産業課、国際観光政策課、国際交流推進課、観光地域振興部の4課一部を置く。主務局となっている独立行政法人は国際観光振興機構 JNTO 通称 日本政府観光局のみ、観光庁が起草、編集する白書として、観光白書がある。観光立国推進基本法により、政府が毎年国会に提出しなければならない、観光の状況及び政府が、観光立国の実現に関して講じた施策に関する、報告、第8条第1項及び、全項の報告に係る、観光の状況を考慮して、 講じようとする施策を明らかにした文書第8条第2項が収録される。校舎の文書は国土交通省の交通政策審議会、観光文化会の意見を聞いて作成しなければならない。文書作成に関する事務は総務課が司る国土交通省組織令第224条の4第22項、国土交通省設置法に定められた、 上記任務を達成するため、観光庁は、同法第4条に列記された、諸省事務のうち、下記の、K7 号の事務を司る、国土交通省設置法第44条。具体的には以下に関することなどがある。上市諸事務の根本基準は、観光立国の実現に関する施策に関縮に及び、地方公共団体の責務等を明らかにした。 観光立国推進基本法、平成18年12月20日法律第117号が定めている。同法第3条は、国の観光振興に関する責務について、観光立国の実現に関する施策を、総合的に策定し、及び実施する責務を有すると規定している。観光立国推進基本法の規定により政府は、 観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画以下、観光立国推進基本計画という、を定めなければならない第10条第1項。観光立国推進基本計画は、1、観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針。2、観光立国の実現に関する目標。 3. 観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策。4. その他、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める。第10条、第2項。計画の案は、国土交通大臣が交通政策審議会の意見を聞いて作成し、閣議の決定を求めなければならないとされ。 第10条第3項、観光庁はその実務を担う。現在の観光立国推進基本計画は2012年3月30日に閣議決定されたもので、2007年6月29日に閣議決定された最初の計画が5年の経過期間を経て改定されたものである。計画期間は5年で、基本的な目標として以下の7項目が掲げられている要旨。 観光立国は外国人観光旅客の来訪の促進を図るため、我が国の伝統、文化等を活かした海外における観光宣伝活動の重点的かつ効果的な実施、国内における交通、宿泊その他の観光旅行に要する費用に関する情報の提供、国際会議その他の国際的な規模で開催される行事の誘致の促進、 外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内のサービスの向上その他の外国人、観光旅客の受け入れの体制の確保等に必要な施策を講ずるものとされる第17条。この法日外国人観光旅行を促進する施策の一環として観光庁は法日旅行促進事業、ビジットジャパン事業に協力している。これは 観光基本法時代の2003年4月より、ビジットジャパンキャンペーンという呼び名で、国土交通省、国際観光振興機構、民間旅行業者及び、関係自治体などが参加する、ビジットジャパンキャンペーン実施本部が、統括主体となり始まった事業である。観光立国推進基本法の規定により、国は観光旅行の容易化及び円滑化を図るため、 休暇に関する制度の改善その他休暇の取得の促進、観光旅行の需要の特定の時期への集中の緩和、観光事業者の不当な営利行為の防止その他の観光に係る消費者の利益の擁護、観光の意義に対する国民の理解の増進等に必要な施策を講ずるものとされる第20条。これに関する事務は総務課が所掌する。 国土交通省組織令第22条の4第18号。また、2012年3月に改定された観光立国推進基本計画は、健在化していない需要を掘り起こし、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るために、観光庁が休暇改革の推進を主導することを掲げている。具体的には、年次有給休,休暇の取得推進。 小中学校の休業の多様化と柔軟化、大型連休を地域別に分散して設定する休暇取得の分散化を挙げている。観光庁の組織は基本的に法律の国土交通省設置法、政令の国土交通省組織令及び省令の観光庁組織規則が階層的に規定している。観光庁は地方の出先機関、法律上の故障は 地方支分部局を有しないが、各地域の観光に関する施策は、各国土交通省地方運輸局、神戸運輸管理部、内閣府沖縄総合事務局運輸部において行っている。担当組織は、地方運輸局は、観光部、観光企画課、国際観光課、観光地域振興課、神戸運輸管理部は、総務企画部企画課沖縄総合事務局は、運輸部企画室となっている。 2018年度、平成30年度一般会計当初予算は264億3846万3000円。国土交通省の一般会計予算、5兆9392億1541万8000円の約0.44%を占める。科目内訳は観光庁共通費が24億2089万円。体調予算費。 9.16%、観光振興費が148億40万円、60.0%、独立行政法人国際観光振興機構、運営費が92億1717 17万3000円、34.8%となっている。国土交通省は自動車安全特別会計を所管し、財務省と財政等融資を共管する。また国会、裁判所、 会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管の東日本大震災復興特別会計を共管するを所管しているが、このうち2018年度当初予算では、 独立行政法人国際観光振興機構、一般環状運営費交付金として10億円が計上されている。一般職の在職者数は2018年7月1日、現在196人、うち女性43人である。定員は、省令の国土交通省定員規則によって、2019年1月現在200人と定められている。 この定員は2018年4月に109名から200名に増加されたものである。国土交通省の該当の項を参照。観光庁の幹部は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。